紹介します。さんと一緒に開発していったボードなので、通信接続の有機 EL ディスプレイも動きます。人間選択のジャンパーピンを刺せば完成です。こんにちは、作るに夢中、三つ峰鈴です。今日はオリジナル設計のアルディーノボード鈴ドゥイノウノを紹介します。これは動画や配信でも取り上げてきた WCH 社のリスク5マイコン CH32V を搭載したアルディーノウノ形状のマイコンボードです。慣れ親しんだ形状と豊富なピン数でブレッドボードとともに試作したり、ウノ向けのアクセサリーを使ったりと便利に使えるようになっています。CH32V はまだまだ情報やライブラリーが発展途上なので、コーディングにあたっては調べたり試行錯誤したり、足りないものを新たに開発する必要がありますが、新しいチップに挑戦してみたい、リスク5でマイコンを制御してみたいという方にはもってこいです。最初にスペックを紹介して、動作している様子、組み立て方、ソフトウェアの開発例をお見せします。このボードは開発から組み立てチェックに至るまで、配信やツイッターなどで皆さんと一緒に開発していったボードなので、とっても感慨深いです。私自身最近はこのボードを活用して試作をしていますが、とってもワクワクしながら開発しています。皆さんもぜひ挑戦して体験してみてほしいです。鈴ドゥイノウノは現在私のブースショップにて販売中です。基板単体や必要な部品をセットするオプション、さらに難しい部品を一部実装済みにするオプション、完成状態でお送りするオプションも用意しています。基板は通常版とイラスト版があります。ぜひ実機を手に入れて、この楽しいチップを探求してみてください。詳しい情報は GitHub レポジトリにありますので、購入前も購入後も参考にしてみてくださいね。まずはスペックです。搭載しているチップは CH32V203 シリーズの CH32V203K8T6、 CPU は 32bit RISC-V5RV32IMAC、 フラッシュロムは 64KB、 ラムは 20KB と、この価格帯にしてはとてもパワフルになっています。 GPIO は合計22本です。外部との通信インターフェースとしては I2C、SPI、シリアル通信、CAN などです。さらにこのチップは USB 機能を内蔵していて、USB デバイスとして振る舞うことも可能です。また、プログラムを USB 経由で書き込む機能もあります。鈴ドゥイノウノの動作例をお見せしましょう。まずは定番の L 地下です。PA5 ピンに LED がつながっています。I2C 接続の有機 EL ディスプレイも動きます。これはアダフルーツ社の SSD1306 ライブラリを使っています。 SPI 接続の液晶ディスプレイも動きますね。こちらもアダフルーツ社のライブラリです。アナログピンもありますので、小さなオシロスコープを作ることもできます。ウノ形状であることを利用してアルディのウノ向けの試作基板が使えますね。これは便利です。鈴ドゥイノウノの組み立て方を紹介します。流れとしては IC、 デバッグピンから IC の動作確認、 Type-C コネクタ、その他の部品という順序をおすすめします。部品のほとんどはリード線の足のある部品なのですが、 IC だけ LQFP32 という表面実装の部品形状で、4方向で 0.5 ミリピッチのハンダ付けが必要です。位置合わせを慎重に行って、テープで仮止め、1箇所だけハンダ付けして位置を確認、 OK であれば他のピンもハンダ付けしていくとうまくいくと思います。フラックスの利用が推奨です。最初はハンダでピン同士がショートしてしまっても気にせずに進めて、後から余分なハンダを取り除きましょう。 IC の方向にも気をつけてください。左上に深く掘ってある丸のマーク、つまり1番と32番ピンがきます。チップ上の WCH という刻印は基板の右側に来る方向ですね。 IC がハンダ付けできたら、デバッグピンから WCH リンク E ケーブルで IC が動作するか確認することをお勧めします。加熱のしすぎやピン同士のショートによって IC が動作しない可能性もありますので、ここで一旦チェックです。
3.3V、グラウンド、SWDIO、SW クロックをつないで、WCH リンクユーティリティからチップ情報が読み出せれば、少なくとも完全に動作しないということはないでしょう。次に Type-C コネクタです。変換基板を使うことができます。腕に自信のある方は表面実装のパターンもありますので挑戦してみてください。ただし、ピン同士のショートにはご注意を。ハンナ付けしたら念入りにチェックしてください。あとは、リード線部品をハンナ付けしていきます。平行の値を間違えないようご注意ください。最後に、電源選択のジャンパーピンを刺せば完成です。ソフトウェア開発環境は、WCH 社ではマウンリバースタジオを案内していますが、アルディの移植も進められています。ここでは、アルディの IDE での開発方法をご紹介しますね。まずは、ボードマネージャーに、この URL を追加します。WCH でボードを検索して、インストールします。ボードの選択は、CH32V20X を選んでください。L 値化するコードは、このようになります。ピンは、1、2、3ではなく、PA0。PA1、PB0、PB1 のように指定してください。書き込みは WCH リンク E ケーブルであれば、Arduino IDE のアップロードでそのままできます。なお、最初だけ WCH リンク E ケーブルのモードを切り替えておく必要があります。WCH リンクユーティリティでDISC5モードに切り替えておいてください。USB ケーブルで書き込む場合は、Arduino IDE からはビルド済みバイナリをエクスポートします。.in ファイルと同じ場所にフォルダーができて、その中を探っていくと .hex ファイルが見つかるので、それを WCHISP スタジオで書き込みます。先ほどの .hex ファイルを読み込ませます。ここで鈴ずいの UNO をブート0ボタンを押しながら USB ケーブルを差し込んで、USB ダウンロードモードで立ち上げます。そうすると WCHISP スタジオでチップが認識されます。イネイブル RRP のチェックは外してください。自動でコードプロテクトがかかってしまいます。すぐに解除はできるんですが、ちょっと面倒ですので、ダウンロードを押すと指定した HEX ファイルが書き込まれます。慣れてきたら上の方のオートダウンロードを有効にすると、USB ダウンロードモードのチップを検出すると自動で書き込まれるようになり便利です。たまに自動リセットに失敗するので、その時はリセットボタンでリセットしてあげてください。うまくいけば L 値化が動いているはずです。GitHub レポジトリにサンプルプログラムもありますので、そちらも参考にしてみてくださいね。オリジナルなマイコンボード、スズドゥイノウノを紹介してきました。新しいチップはワクワクします。それをプロトタイピングしやすい形状にしたことで試しやすくなったと思います。皆さんもぜひ挑戦してみてください。そしてぜひこんなものを作ってみたよと教えてください。組み立ての過程や完成した状態の披露、また作例など皆さんの使っている様子を見るのがとっても楽しみです。またこんなものも作れそうみたいなアイデアがあればぜひコメントで教えてください。このチャンネルではなければ作ろう、すでにあっても自分で作ろうをモットーに、新しいものもどんどん作っていきます。ぜひ高評価、チャンネル登録をお願いします。それでは次の動画で会いましょう。またね。